さて始めましょうか。おや、そう、グレイを助けて思わずグレイと別れてブランドンのところに来てしまったんですけど、多分グレイの後を追わなきゃいけなかったんじゃないかなと、終わってからふと思いました。グレイ、ちょっと待って。あ、やっぱり待っててくれたのね。グレイどこ？おう。おい。なんか話して。あ、これね。よいしょ。ん？おー。グレイそこに突っ立ってないでさ、なんかしようよ。あー。グレイはまた先に行ってしまったね。でもなんか物探しあるんだ、物探しあるんだ。テーブルの上もなんかあるし、こっち先ね。お、にゃんこかわいい。石すけのにゃんこは大好きよ。我が家にもシフちゃんという、グレーの毛の子がいるんですけどね、ほっそりとして筋肉の動きが見える毛並みいいですよね。もう可愛くて可愛くて、みんないいから。キノコ、猫、あ、猫、クローバー、封筒、ゴブレット、手じゃなかった。角杯、指輪、剣、これも取った。で、キノコ、なんかこないだからキノコ、あ、キノコこのタイプのキノコ、もういかにも毒がありますみたいな。お、7、指輪、手、あ、見っけ、クローバー、角杯、ゴブレットだった、エンベロープ、ん、角杯、剣、剣だがね、角杯って何？あ、指輪、月、あった。で、猫。悪い。お次様。どっかでいるようになってて、どこやったっけ？あ、台所のところだ。グレイ、待って。グレイ。I recognize these symbols from the ones I saw in Siberia. These are ancient texts. But I can translate them. I'll need some chalk. 古代文字などながら、私なら訳すことができるな。だろうね。古代から生きてるもんね、お前。According to this, a pair of atlases can open that which the demons have closed. This will help us release Luisa from the crystal globe. It also says that sunlight piercing through rock will magnify the atlas's power, helping them destroy the demons. I noticed a hatch in the grotto where the atlases stand. Sunlight could pour through there.何言ってるか全然わかんない。グレイ、そういえばさ、ルイーザ返すよあ、ダメか。柱ってさっき通り過ぎた部屋にあったトーテムのことかしら。きっとトーテムの力を使えばルイーザを水晶玉から救い出すことができる。あ、そうなの。あ、これお月さん、ここなんだ。これ何？ピック？お、なんか書いてあった。あ、見えなかった。ごめん、読み損ねた。独特なファッションセンスをしていたみたいね。私はこういうファッションセンスですいかん、いかん、ちょっと ここまで広くはないか、ないとは思いたい。
かえって逆に普通の格好してると驚かれるんだけど、どうしてでしょうね。みたいな。で、GU で買ったのとか言って本人すごい喜んでるんだけど、周りはなんか違う、 GU の何が悪いって。これだ。こんなところでマッチスリー別にいいけどさ。そういうことね。普通にマッチスリーすればいいという話ではなく、これを取らないとダメなのね。おまけしてもらえた、もしかして。これはこの形か。ないな。水晶はいくら？ここを開けないといけないのか。よいしょ。あれ、グレイどこ行った？この水晶だろう。あと3つもいる。そうだろう。これなんだ。ここもまだ終わってないよ。どこだ？どこだ？あ、思い出した。でもこれで修理できるかな？ここだよね、これもしかして。お、できた。お、どこ行くんだ？新しいよ。ルイーザの絵が、絵っていうか写真が飾ってあるっていうのもすごいな。外国では普通なのかな。家中に奥さんの絵が飾ってある。写真が飾ってある。ルイーザは美しいからいいのかもしれないな。バスルームか。ガラスを切れるものは持ってるよ。太陽。はい、物探しです。ドアのハンドル、櫛、カエル、ゴーグル、カミソリ、貝殻、魚、白鳥、ネクタイ、歯磨き粉、指輪、船。歯磨き粉、貝殻、カミソリね。アヒルちゃん。魚、穂がない。穂あった。船、白鳥。あとは白鳥になってくれない？エビアの宝石が取れてしまっている。ジェム、ゴーグル、これか。カエル、カエル、あんたカエルじゃないのね。てか、あんた何者？カバ、カバかな。カエル、カエル。
これ何？水を抜くことはできないのね。櫛。ドアのハンドル。白鳥あった。ドアのハンドル。ネクタイ。カエル。カエルさーん。あった。かわいいカエル。うん。カエルはあまり好きではない。苦手。飛び出してくるとびっくりする。でも、カエルの王子様は好き。ドアのハンドルはここか。おいしょー。ここはなんだろう。お、電源コードがある。お、宝石だ。ブランドンとグレー、どっちが勝ったのかしら。さあね、二人してダーツなんかやってたんだ。望み、皆が望めば単なる箱が絵を実物に変えることだってできるのだ。望んだだけでそうなるんだったらね、いいけどね。あ、そのための箱なわけだ。こういったものがグレー家にあるのは不思議ではないのかもしれないね。おお。そうなんだ。さすがグレイ家のグレイ城。何か変わってほしいものないな。太陽はな、ここ月じゃなかったっけ？だったよね。太陽はどこだ？電源コード？もうここには何もないよね。地図で飛んでみますか。ほほほほほ。ここにまだ、あそこはまだ何かある。ここもある。あ、ここ。一回ここに戻るか。グレイが悩んでる。このカマークか。ここかな。ここだったかな。違うな。ここ、違うな。ここもなんか悪裏みたいだね。まだ悪要素があるみたいだね。ここもいいって。ないなあ。これかな。あ、そういうことか。さっきなんかおまけしてもらったような気がするんだよな。よし、オッケー。ここは、この形の宝石か。ここか。このキャビン、ああ、大事なもの、ドライバーをずっと持ってたんだった。よいしょ。どこは変化の箱？絵を実物に変えるって絵がいるのか。絵を持ってないな。
こに何かあった。よいしょ。ネズミに手を噛まれる。あ、フラッフィーがいてくれるから大丈夫なんじゃないの？ダメ？電源コード。これ取れないの？あ、取れた。やった、ラッキー。よいしょ。おい。なんだろう、これ。あ、船長さん。これなんだ？ポンプのハンドルかな。いった。空気入れ。何に使うんだろう。わからんな。空気入れ。空気入れ。ここに何かある。馬？あ、怒り。これは完全に忘れていた。でもここじゃないらしい。ここはなんとなくわかるんだよな。船長さん。船長はいるけど、もう一人いるんだよな。沼の家。ここはまあ、あともう一つ。にゃーん。空気入れの、あ、使いどころがわからん。あ、これだ。あ、これだ。よいしょ。もう一回頑張って。出て取れた。あ、取れた。あ、これで全部？水晶全部。やったー。うん。タタマチスリーか。よいしょ。今度はグリーンね。なんだこれは。なんだこれは。ルイーザ。おいしょ。ルイーザ助けに行かなきゃいけないの。ルイーザ。あ
ああ、絵が実物になる箱とか。はいはい。そのための絵を探してるんだね。はい。ここは まだ足りないんだね。では物探しです。松ぼっくり、サイコロ、浮き、スズラン、水星のシンボル、月、安全ピン、ハサミ、糸、スイカ、おんどり、切手、スイカ。安全ピン、サイコロ、浮き、スズラン、松ぼっくり、水星のシンボル、月、ハサミ、スタンプ、おんどり、月、糸、月、糸、あった。これこそキッチンのやつだね。何？ベルト？歯車を緩める。ハンドル？これじゃダメなの？あ、外れてくれた。うまくわかんないけど外れてくれた。ベルト。本。にゃんにゃん。あ、太陽のシンボル。あった。ルイーザー。ここだね。よいしょ。お、できた。くっつけた方がいいわね。のりだと汚れてしまうからテープの方がいいわ。あ、そう。ここ戻れるんだね。よし。お家に戻ろう。遠いな。とっか。バグらないでね。お願いだから。ああ、やっぱり地道に戻るべきだったな。うまくいくときは行くんだけど、焦るとダメなんだよね。ゆっくりやればいいのに。とりあえずこれだな。テープ。それと、あ、そうか。やっぱり飛びたいよな。よいしょ。こういった、これをくっつけて、今度はここに戻って、よいしょ。はい、ゆっくりやれば大丈夫。はい。水分補給。戻る。よし。で、これでこれをセットして。
ミニゲーム。止まれ。は。これじゃ繰り返すだけか。おっと。I don't know what I'd do without you. I knew you'd get me out of that thing. I'm so glad you've returned my husband to us as well. But where's Brandon?I need to see my son. I hope he's okay. どっちに行った?あれ?終わるかと思ったのに終わらなかったね。ルイーザ助けて。じゃあブランドンのとこに戻らなきゃ。ブランドン?ルイーザー、また。Brandon is trapped inside his own body. なんてこと。マスク、木の人形、マグカップ、フレームに入ったの、写真、怒り、トランペット、カメ、とにかく探す。カメ、マスク、フィルムリール、鍵、木の人形、そういえば、パペットくん、今日はなんか全然出てきてくれないね。ここにずっといるけどさ。フレームに入った写真。写真がない。怒り。マスク。フィルムリールね。マスク、王冠、あ、写真、ダーツ、王冠、鍵、うん、あった、王冠、OK、怒り?どこだっけ?どっかあったよね。怒りが必要なところどこだっけ。あ、そう、ここ。あ、違う、ごめん、違った。こっちじゃない、ここ。あ、またバグるか。ああ、またやってしまった。落ち着いてゆっくりやろうね。よいしょ。箱を開く。ここだ。なんじゃ?あ、うん、なんじゃ?あ、これは何かわかんない。でも今来たところに戻る。
よいしょ。で、船乗りさんと旗。オッケー。ああ、魔法の鼻ペンのおかげでブランドの記憶に入り込むことができるわ。はい。また行くのね。行ってきまーす。なんだろう。おお、それよりフラッフィーずっとついてきてくれてるね。ありがたいね。お、金属を飛ぶことができる。これかな。見た目的に錆びてたもんね。ここは犬小屋だ。あ、この子か。鎖を切れば簡単に手に入れられる。何を？この子？あ、不気味なもんぶら下がってんだけど。あー、こうやって願いを書かされたんだ。油を塗れば抜ける。趣味の悪いデザインって言ってたところね。いきそうだね。あ、そっか。これはワンちゃんの寝てる隙にこれを取るってことか。なんじゃこれは。お、石鹸。おーほーほー、よいしょしょ、はい、抜けろ。これは何？これはここじゃなさそうだね。この、これか。お、物探しだ。そろばん、どんぐり、コウモリ、ハチ、金属のバラ、ボトル、腕輪、ほうき、ドーナツ、つがいの鳩、つがいの鳩、こう、綿棒、卵、あ、ここの、卵、ドーナツ、どんぐり、ボトル、腕輪、金属のバラ、コウモリ、綿棒、ハチ、どんぐり、コウモリ、どんぐり、どんぐり、鍋の蓋、鍋の蓋じゃないな、蓋の取っ手、蓋の取っ手、あ、これだ、よいしょ、そろばん、おお、そろばん、鍵、つがいの鳩、ボトル、ハチ、いた、金属のバラ、オッケー、次のロケーションへ、オッケー、お、いや、変なもん拾っちゃった。え、私を捕らえることができるのはただ一つの水晶。だがそれを知る者は誰もいない。私の力を抑えることのできる水晶玉は二度と日の光を浴びることはない。ある箱に封じることにしている。玉を破壊しようとした私の努力は無駄に終わった。呪われた玉は私の力に屈しようとしない。守り人の結社はあの玉が無敵であることを知っていたのだ。そうですか。これか。簡単に手に入ったね。甘いね。おじゃね。もう他拾うものないのね。お、太陽の光。これを太陽の光に浴びせればっていう。
こ。どこでやねん。避けてたわけね、私。やね。おい、これで終わりかな。悪魔はブランドンの攻める。悪魔を捕らえて、けどまだ生きている。ちょっと待って。ふと思ったんだけどさ、その悪魔捕らえたら、この子はもう人形に戻っちゃうんじゃないの？ランドンを助けるためだ。仕方ないな。あまり役に立たなかったけど、愛着はあるのよね。まだなんか足りないんだよね。え、これは何？できた。あ、これで終わりだ。あのおばあさん結構えぐいか、えぐい物体だったのね。あ、ブランドン戻った。よかったね。はい、これで終わりかな。終わりましたね。はい、エレファントゲームさん、面白かったです。ありがとうございます。この後は、次はブラッディーマリーかな。その間に、砂の女王っていうのがあるんですけど、これは確かアンドロイド版はないので、次のがブラッディーマリーかな。タイトルが違うような気がする。マリーが出てくるお話。ブランドンのいとこだから、やっぱりグレイ家の女の子、名前何だったかな、この子の話でしたね。ビッグフィッシュさん、ありがとうございます。ビッグフィッシュさん、まだまだいろいろとゲームを出してくれててありがたいなと思うんですけど、日本語版が欲しいです。英語版いいんですけど、訳しながらやってるのが辛い。それでもね、ゲームで結構頭使うのに、ね、訳すのに頭も使わなきゃいけないって結構ね、ついていきません。簡単なゲームならいいけど、ミステリー事件簿みたいな結構複雑な難易度の高いゲームになると難しいな。まあ次は。というよりも、これにもボーナス賞があるので、すいません、最後の最後に喉が詰まってます。これはボーナス賞をやっ、次はボーナス賞で、ボーナス賞終わったら次に取り掛かると思います。取り掛かるってなんだろう、なんか仕事かなんかみたいになってるけど、一日中ゲームができているんだったら、できるんだったらそれでいいでしょうけど、一日中ゲームをしてるわけにもいかないので、じゃあ今日はこの辺りで。ではまた。